ライアン・ウィリアム・クックは、アメリカ合衆国カリフォルニア州フレズノ郡クロービス出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。現在は、フリーエージェント。クロービス高等学校卒業後に、南カリフォルニア大学へ進学した。2008年の MLB ドラフト27巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。 2011年7月20日にメジャーに初昇格し、同日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。2011年12月9日に、ジャロット・パーカー、コリン・カウギルと共に、トレバー・ケイ・ヒル、クレーグ・ブレスロートの3対2のトレードで、オークランド・アスレチックスへ移籍した。2012年4月27日のボルチモア・オリオールズ戦で、 史上61人目の1イニング4奪三振を記録。開幕から5月27日まで無失点の高騰を続け、7月のオールスターにも初選出された。後半戦はグラントバルフォアにつなぐセットアッパーに定着した。2013年は71試合に登板。2014年は54試合に登板。2015年1月17日に球団と、 年俸調停を回避し、1年契約130万ドルで契約を結んだ。アスレチックスでは4試合に投げただけで、0勝2敗、防御率10.38と大炎上した。2015年7月31日に後日、発表選手とのトレードで、ボストンレッドソックスに移籍。レッドソックスでは5試合に投げたが、4.1イニングで14点を、失い、 防御率27.00と移籍前にも増して炎上。アスレチックスとの合計成績は9試合で防御率18.69という内容だった。2015年11月6日にウェーバー工事を経てシカゴカブスへ移籍したが12月2日にノンテンダー FA となった。2016年1月7日にシアトルマリナーズと1年契約を結んだ。しかし、 右後輩筋を負傷して3月12日に60日間の故障者リスト入りした。7月10日よりアリゾナリーグマリナーズでリハビリに入るが MLB 公式戦登板はなかった。また10月にはトミー・ジョン手術を受けている。11月4日に自由契約となったが14日に再度マリナーズとマイナー契約を結んだ。2017年は トリプル A 級タコマレーニアーズに所属していたが、4月7日に7日間の故障者リストに入った。2018年1月16日にマリナーズとマイナー契約で再契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕をトリプル A 級タコマで迎え、5月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 メジャーでは19試合に登板。2018年12月29日に退団したアルキメデス・カミネロに代わる抑えとして NPB の読売ジャイアンツが獲得を発表した。1年契約で年俸は130万ドル、背番号は全監督の高橋義信がつけていた24。2019年シーズンの春季キャンプでは巨人が浮上する鍵として注目されていたが、 シーズン序盤に右肘ーチ違和感により登録抹消となり、クイックモーションでの投球に大きな課題を抱えていたことも実践で露呈した。さらには、リハビリ途中で左太もも裏も痛め、期待を大きく裏切った。ただ、シーズン終盤に再昇格してからは、先発に転向して高騰し、新たな可能性を残すシーズンではあった。結局このシーズンは15イニングの登板。 零賞2敗6セーブにとどまった。12月2日に自由契約選手工事。2020年1月8日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。昇格なら年俸75万ドルプラス出来高がつく。7月20日に自由契約となった。持ち玉は最速時速1 5 5トルの速球と平均時速1 3 6キロメートルのスライダー。 平均時速 139km のチェンジアップがある。右打者にはほとんどフォーシームとスライダーしか投げず、左打者には4つの球種をバランスよく織り混ぜる傾向がある。高速スライダーで三振の山を築く。相性はクッキー。ありがとうございます。